グラディス・ロサ・ゼンダー・デ・マイヤーは、ペルーのモデル。1957年、第6回ミス・ユニバース世界大会で優勝。ペルー代表として、また、ラテンアメリカ諸国代表として、初。南半球初のミス・ユニバースでもある。ドイツ・イタリア・スペインのルーツを持つ。1939年10月19日、スイス人の建築士、エドアルド・ゼンダー・ホニグマンとペルー人のローザ・エルベナ・ディ ネクロの下、と、かカヤリ軍コンタマナに生まれる。出生名、グラギス・ローザ・ゼンダー・エルベナ。リマのサンイシドロ地区のサンタ・ウーサラという女子校で学ぶ。1957年夏、ファッションデザイナーレオネルは、リマで最も美しい女の子をモデルとして求めた。レオネルは彼女をモデルに起用した。この時の写真が、ミスペルー主催者の手に渡る。ミスペルー優勝。 ミスユニバースの参加資格を得る。1957年7月19日、ロングビーチで開催された決勝で優勝。キャロル・モリスより退官される。この決定には異論がないわけではなかった。決勝の日、彼女は17歳9ヶ月、主催者が定める必要条件に3ヶ月足りなかった。ただし、決勝の翌日の時点では審査員もこの事実に気がついていなかった。 結局、ミスとしての任期の間に18歳に達するペルーでは何歳何ヶ月の波数が6ヶ月以上ならば、切り上げで次の年齢にすることが公式に認められていることを理由にミスのタイトルと王冠を剥奪しないこととした。日本代表として大会に参加した大谷京子は後に、ご本人は大変嬉しそうでした。年齢が足りないなどと騒がれながらも、 あの立派な体ですから、当時21歳だった私の貧弱さを比べて、外国女性と日本女性の違いをつくづく感じさせられた気がいたしましたと実感している。ペルーのニュースマガジンカーレートゥスは、彼女をカラーの表紙に起用した、同志発のカラー表紙である。ペルーの作曲家、アリシア・マグイナは、ポルカ、A ・グラディス・ゼンダー、グラディス・ゼンダー専用ポルカという曲を作曲した。 また、ニコラス・ウェットサルは、バルス、A ・グラディス・ゼンダー、グラディス・ゼンダー専用アルツを作曲。これらは1957年、ペリューのユニットロス・トレバロス・クリオースにより、演奏、レコーディングされた。1958年、訓練戦、ジュアン・セバスチャン・エルカーノで模様された、晩餐会に、後に、スペイン国王となるジュアン・カルロスと同行する1964年、 アントニオ・マイヤーとパーティーで知り合う。その日から交際を始め、2ヶ月後プロポーズされる。1965年結婚。彼は経済学者で政治家、リマ市長などを歴任するが、詳細はアントニオ・マイヤーの項目参照。結婚後は表舞台から退いている。4人の子供と10人の孫を設ける。4人目の子供クリスチャン・マイヤーはペルーをはじめ、 ラテンアメリカで歌手として知られている。現在、ジュエリーや陶器を作り、忙しく絵を描きながら、老後を過ごしている。ありがとうございます。